北アルプス白馬岳で昨日登山をしていた43歳の男性が滑落し死亡しました死亡したのは埼玉県加須市の病院職員長谷川大輔さんです警察によりますと昨日午前11時半ごろ北アルプス白馬岳で男性が滑落したと4人パーティーの同行者から110番通報がありました 標高およそ2350メートルの大石渓を登山中滑落したということです原型山岳遭難救助隊に救助され意識がある状態で病院に搬送されましたがその後死亡しました現場では当時雨が降っていたとみられ警察が滑落の原因を調べています